あ、そっか、レシピを見つけんといかんのやっけ。知らんがなって感じやん。おー、来た。すげえ、なんかめっちゃ動きやんやけど。ここらを訪れし者よ。我は和もだい。女神ハイリアンナに置き、試練を与えよう。時を止まれ、和もだいの祠。え、これは、時を止まれ？うわ、なんかいろんな。何？あ、これ。これや。何？リンク時間まで止めれるようになるんすげえやん。ね。シーカーストーン認証。アイテムの入力を開始します。要は、時間を止めて、あれの上を渡っていくっていうことよね、多分。お、来た来た、今度は？どんなアイテム？リタロック、物体の時間を止める。時間を止めた対象に衝撃を与えると動く力を貯めることができる。貯められた力は動き出した時に一気に解放されるので、うまく使えば巨大なものを動かすこともできる。ん？うんうん。なんかよくわからんけど。とりあえず試してみるしか。多分まずはこれを。はっ。止める。待って、この状態で止めたらあかんね。これ。止めれんくね？なに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 、どうやって止めるん？あ、こっちか。こっち？これっすか。あ、待って、この状態で止めたらあかんて。この状態で止めたらあかんて。ちょ、早く解放されて。あ、来た来た。あ、違う違う。あ、そっか、まだや。まだ溜まってない。はい、いける。あってね。この状態。よし、これぐらいの状態なら。おぉ。あ、繋がっとんか、ちゃんと。来れた。来れたよ、来れた。なんかこの辺敵とか出てきそうやね。大丈夫かな。あとは、何を止めるんかな。あ、なるほど。これを止める。これが通り過ぎたところで止めんとあかん感じかな。来い。はっ。すげえ、空中で。ちょ、待って、急いでー。私、急いでー。頑張りゲージがなくなるとゲージが回復するまで動作が制限されてしまう。よし、とりあえず来れた。あれは？動かんの？あ、そっか、動かすこともできるって言ったっけ、そういえば。どうやってやるんやろ。とりあえず、これで、止める。ってやって、叩く。はっ。おぉ。すげえ。飛んでった、飛んでった。これ、多分下は、へえ。あ、あ、ここになんか、宝箱ある、宝箱。ちょっと待って。ということはだ。あ、このとこに武器もあるやん。鉄のハンマー。鉄でできた大きな金槌。もともとは鉱石を叩き割るのに使われていたが、武器としても結構強い。え、こっちの方が強い。ちょっと待って。ということは、ボコブリンの骨とか別にいらんかな。いや、気持ち悪い。ちょ、待って。は、気持ち悪いね。待ってね。とりあえず、このボコブリンの骨を捨てる。ポイッと。そして、鉄のハンマーを拾って。ああ、いいね、いいね。超重そうなんだけど。これ動きが鈍くなったりとかはないんかな。さあ次はどうだ？この辺で止めたらいいんかな？さあ来いよ。ん？来ないっすけど。ああ、来た来た来た。はっ。よし、行け私。この上から落ちてきよるってことかな？ってことは、ここは無事か。
旅人の盾。旅人のご使用に広く使われている盾。頑丈な木に皮が張られており、低級の魔物や獣からの攻撃程度なら受けることができる。あ、やった。これに変えよ。ん？今なんか飛び寄らんかった気のせいか。旅人の盾ね。おー、いい。よし、この後はさささっと。あれ多分落ちていくまでは大丈夫よね。こっち側には何もないかい？何もないね。よし、大丈夫。さあ、行こう。よかった。ここでなんかちょっと強くなったね。武器も防具も強化された。服もちょっと綺麗になったら嬉しいかな。ね。多少ね。あとはもう何もない？うん、オッケーオッケー。さあ、試練クリアしましたよ。結構早かったね、ここ。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、まごうことなき勇者。今こそ、女神ハイリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。今回のこの時を止まれっていうのは敵にも使えるんかな？物体だけ？物体、敵も物体か。物だけ？ちょっと外に出たらボコブリに試してみよう。克服の証、試練を克服した者だけが授かることのできる勇者の証明。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの家具があらんことを。おー、これであと祠一つ？次は何かなー。楽しみやね。武器の使い方。木製品に火をつければ松明の代わりになり、金属製品で交渉や火打ち石を叩くと火種となる火花を飛ばすことができる。細かいね。木製品なら何でも松明の代わりになるん。おー、なんかすごい晴れやか。すげー晴れやか。てかこの辺から多分次の方から見つけれるよね。ということで、あれが多分、あれってどれだ？なんかあの辺に多分ね、行った祠があるはず。なんやけど、どれか、これが行った祠かな？え？行ったこれ。これ行ったやつ？行ったやつが青くなるんかな？わからねえ。行ったやつが青くなるんか？そういうことか？とりあえず、ここはなんかクリアして青くなっとるけど、もともと青くなかったっけ？気のせいかな。他にっていうか他の祠は、この岩とかなんか動かせそうやけど。お、こっちの方はなんかある？特に何もない。特に何も。塔があるぐらいかな。あっこにもなんかあるね。ポツンと。でも、祠ではなさそう。ないかな。なんかこれ後ろ側にも入り口あるんかと思った。違うか。え、なんか超曇ってきた？めっちゃ曇ってきたんですけど。あれは行ったとこなんかな。それがちょっといまいちわからんよね。あそこは？おじいさんの家のとこかな。多分あそこの塔から始まってあっこに行ったってことか。ふんふん、なるほどなるほど。ってことはちょっと一旦撮影した。塔に戻ろう。ん？ワーモダイの祠。海星の祠って最初のとこか。ジャバシフの祠。魔王の磁力の力。磁力破壊。あと一箇所？ってことかな。ちょっともう一回塔にワープしてみよっか。おじいさんはどこにでもいるな。あと一つ。
あと一つ分かってるよ。分かってるよ。あ、あれか？あれだな、きっと。遠くね？ちょっと待って。わ、遠い。遠いよ。ちょ、待って、あれ？違う。間違えた。A ボタンやったっけ？これや。はっ。へえ、はるか彼方だな。あっちの方が近かった、もしや。あっちの方が近かった。でも、あの上までまたワープしていくのは嫌だな。ってことで、とりあえずあれか。とりあえず、次行く場所がここないよね。海星の祠の方にワープしていこっかな。なんかかなり上の方にあるよね、次のも。ほい、海星の祠来たー。ん？ここ何？なんか突き抜けとるね。ここ通ったらどうなるん？あ、特に別に何もならんのか。あ、違う、こっちからか。こっちからで、あっちが出口ってことか。なるほどね。ここ一番最初のとこやろ？なんかちょっとこの天気嫌な感じやね。この辺敵おったっけ？あ、なんか、チュチュとかいうやつがこの下あたりにおった気がする。次に行く場所が？どれだって？あの赤いやつが行く場所やったっけ？ちょっと待ってね。次行く場所これマップピン。赤いとこ、こっちの方向か。こっちの方向。こっちの方向はいいけど、まあでも高い場所にあったけん、多分この辺の崖とか登っていきよったらいいんかな。てか何でもありよね、これ。どこでも上がっていけるっていう。行けん場所とか本当にないやん。よいしょ。だって、うわー、崖、行き止まり、っていうことがないってことやろ？めっちゃいい。お、なんかさ、ちょこちょこさ、ボコブリンたちの、え、何焼いてんの？あれ、仲間焼いてんじゃないの？違うの？あ、違うか、普通に肉か。超びっくりした。微妙に水溜まっとるし。水？だよね。あ、あれやあれ。なんだ、意外と近いな。思ったより近そう。どっから上がっていったらいいんやろ。なんかこっちの方とか何か出てきそうよね。あの辺の櫓とかさ、ボコブリンじゃないの？わからんけど。え、耐えられない寒さになってきた。これ以上ここにいるとダメージを受けてしまう。あ、こっちの方がああいう、こっちの方があれか。なんかさ、おじいさんの日記に書いてなかったっけ？あ、そっか、レシピを見つけんといかんのやっけ。知らんがなって感じやん。行くべき場所あそこやろ？んで、ちょっとあれなんよね。あの橋を渡っ、はいはい、すいません。なんかおる、なんか出てきたって。一応ちょっと。んで？一応あれよね、あの食べ物、ポカポカそう、料理に使うと体が温まり、料理に使わんといかんのやっけ。料理に使わんといかんのやっけ。ダメージを受けてしまう、ダメージを受けつつも行くとかいうことはできんの？まあ、多分いけるかな。何？さっきの敵はどこ行った？え？消えた？消えたの？さっきの敵。あ、ごめんね。ごめんじゃな。あ、そっか。ってことはこれ、1、2、3、4、5、6。6回ダメージ受けたらもう終わりなんや。早くね。え？ということはあれやん。レシピ見つけんといかんってことやん。ねえ、そうやろ？ということはだよ。
何あれ、ホタル？なんかめっちゃ飛びおらん。え、なんかすごいキラキラしてる。え、何すげえ。すげえ、めっちゃキラキラしてんやけど、あの辺。綺麗やね。とか、のんきなことを言える場合ではなく。ということは、とりあえずさ、和もだい。あの、山小屋にワープしたいんやけど、それは無理なんすか。山小屋に行きたいな。とりあえず海星の祠行くか。防寒着がいるってことやんね。ダメージ受けつつ進むとか言っても、6回ダメージ受けたら終わりなら無理やん。ほんで？あのレシピっていうのは何？どうやって見つけるん？自分で作ってみて見つけるってこと？上がらせてくれ。とりあえずあの山小屋目指そう。山小屋へのワープを作ってくれよ。多分ね、これね、私が64の話をしたのと同じような感じで、夜になったらさ、地面からボコボコあの骸骨のやつが出てくるっていうことかしら。多いよね。お、なんか今虫が飛び去っていったけど。あー、懐かしき。懐かしき。おじいさん。ここにもおじいさん。どこにでもいるな。祠探しの方はどうじゃ？はかどっておるかの？はかどってない。ちょっと体が冷えての、焚き火に当たって休んでおるのじゃ。暇を潰すには焚き火が一番じゃ。炎を見ていると時が経つのも忘れるからの。お主もどうじゃ？好きなだけゆっくりしていくがいい。いやー、いいよ。ちょっと私はレシピを見つけたいんだよね。今にもその辺から敵が飛び出してきそうな雰囲気。これと同じ場所から敵が来るんかな？そういうわけではないんかな？あら、まあ、ボコプリンじゃないの。はっ。私はあの頃より強くなった。へっ。ホタルいっぱい。超飛び寄る。でも別に役には立たんのやろうな。妖精やったらまた別なんやけど。ここからあの何？ここからあの木こりの家やっけ？あっこまでって結構遠くない？多分遠いよね。普通に遠いよね。これ何？ハイラル草、生命力に満ち溢れたハーブ。ハイラルの草原に多く自生し、料理に使うとハートを回復する効果がある。あ、そうよ、いろんなレシピが必要ということは、なんかこういういろんな料理に使えそうなものが必要になるってことよね。ってことはちゃんと集めながらいかんと。しっかりしっかり。私これどこに向かいよんやろ。あっこ多分破壊の祠か何かやったと思うんやけど。ワンモダイ。こっちの方に近づいていかんといかんのか。ということは、こっちか？あ、違う違う。こっちの方向でいいんか。え？こっちの方向？違くね？助けてください。助けて。いや、多分こんなところ通ってないんだよ。え、てかあの辺のって多分、動き出すやつやんね、多分。多分しか言ってない。あれが何の祠だ？向かい寄る方向が、全く逆方向。うわ、敵だしこれ。普通に鳥近づいてきたと思った、今一瞬。ふっ。めっちゃ普通に鳥近づいてきたと思った。さあ来いよ。待って、あれボコブリンじゃね？なんかボコブリン寝てね。めっちゃ寝おるやん。油断しすぎやろ。朝になったら起きるんかな？超奇跡やって。規則正しい生活。
方向がよくわかってないんだよね、私。こっちの方向ってことかな？もうワーモダイまでワープした方が早いかな。いやでも崖やもんね、ここ。崖の上まで連れて行かれたら困るんよね。とりあえず。とりあえずちょっと。はーい。ごめんね、寝てるところ。寝てるところ申し訳ないけど。え、またすやったもしや。危ないよ。あー、くそう。ち、もう一匹は潰せなかったか。っていう、なんか私の方が悪者みたいな。お、ボコブリン。来いよ。直接相手してやろうじゃねえか。せやイェーイ、強い、私。これは？ボココンボか。この辺もなんか料理に使えるって言ったよね。これは？ボコブリンの角。ハイラル各地に生息するボコブリンの角。普通の料理にはとても使えないが、虫と一緒に煮込むと薬になる。薬。こっちの方向って来たとこかな？だから正反対だって。正反対だって。あの辺のホタルもなんか捕まえれたりせんかな？場所がわからねえ。とりあえず、一旦ワープしてみよう。明るくなってきたね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。